はい、阿部ちゃんです。渋谷に来てるんですけども、結構有名な立ち飲み屋さんに来てます。こちらでございます。立ち飲み居酒屋ドラム缶。ドラム缶、はい、こちら渋谷以外にもね結構あるんだけど、ドラム缶があってそこの上でね立ち飲みできるっていう居酒屋さんなんだけど、とにかくコスパがいい居酒屋さんなんだけど、本当にせんべろできるっていうのですごい有名な居酒屋さんです。おつまみとかもね100円台だったり、アルコールもね一番安いのも150円とかか、1000円握りしめて来れるような、せんべろ立ち飲み屋さんでございます。ということで今回はねこちらのドラム缶さんで、せんべろしますか。しましょうね。じゃあ行きますか。行きましょう。はい、はい、ということでドラム缶来ました。俺初めてなんだけどさ、めちゃくちゃ有名よね。安くて安いよな。生ビールも250円だしさ。こっちがフードメニューです。フードメニューの安さよ。とにかく安いですね。ね、100円、150円、200円と、うん、お店のシステム的な感じはもう全部セルフスタイルです。注文するときはカウンターに行ってっていう感じで、ドリンクは交換制で、お会計はもう注文したときに、お会計するっていう感じですね。ということでもう早速ね生ビールを注文しました。はい、250円の激安生ビールで、はい、乾杯。いいわ。渋谷でこんなさちょっと大衆感の味わえるのってなかなかないよね。高見もどうぞ。いやいやすいませんね。はい。いいですか。あ、もうだいぶね飲んじゃったんですけど。そうそう、カメラ回る前に、はい、もう渋谷でこの立ち飲み、うん、大衆立ち飲みを味わえるっていいね。いいっすよね。うん、阿部さん早速おつまみが、あら、できた。来た。おつまみがああいう感じで、じゃあ受け取りに行きますか。行きましょう。はい、ということでポテトサラダです。250円。こちらだし巻き卵250円です。はい、こちらキムチメンマ150円です。メンチカツです200円。じゃあちょっとおつまみ来たからさ、はい、いただきますよ。だし巻き卵、いただきます。はい、優しいわ。お母さんが作るより優しい味してる。ああ、それはよかった。うん、しょっぱい系かな、うん、けどちょっと優しい甘みもあるみたいな、うんうん、うまい。いいですね。いや、安いなここ。とにかくな、ね、いっぱい飲みましょうよ。安くてうまいわ、うん、キムチメンマいくわ、うん、辛いんかな、うん、このメンマ結構キムチがね、いただきます。うめ、おめちゃくちゃつまみだ。はいはいはい、うん、本当にキムチの元につけたメンマって感じ、うん、つまみ終わった。うまい、うん、じゃあポテサラ食います。そうそう、ポテサラね大好きだから俺、うん、どうですか。うまい、うまい、決めは分かる。うまいです。あ、うまい。それうまい、うん、ポテトが強いですね。いいね、マヨネーズの味と絡まって、うんうん、つまみだ。つまみよな。うまいわ。うますぎないよな。なくなっちまう。やべ、安いから安いからどんどん飲んじゃう。うい、最高ね、うん、はい、2杯目。何ですか。ハイボール。あら、いいですね。200円。安いね、はい、安い。すごいでしょ。やばい、本当に可愛い。すごい可愛い。いいですか。いいですね。ちゃんとお酒入ってる。ね、あ、すごい。メンチカツ食ってよ。ね、あ、もう箸で切るだけで。あら、うまそうですね。ジューシーさが伝わるかな、これ。あら、美味しそう。うまそう。分厚いですね。ね、いただきます。どうですか。うまっ。めっちゃ可愛い。うまっ。
汁じゅわー汁じゅわー、うん、ホクホクで、うん、肉の味すげーするし、うん、うめーねー、ハイボールだ。先輩行こうよ、めっちゃ飲んじゃう。飲みましょうよ、やらしいですから。で俺もこのメンチカツ食べるわ、これ美味しい、うまい、うん、じゃあこれいただきますよ。いただきます。うん、祭りの味するわ、屋台のね、うん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 、好きでしょこれ、うまいね、うん、うん、うまいわ。あーうまい、いいね、うんうん、じゃあちょっと2杯目頼もうかな。そうしましょう、うん、よし、ということで俺2杯目頼みました。バイスセッター、バイスセッター、これ300円ですね、安い。私はね、苦しかった、なんか髪染めた後めっちゃ興味だった。こんなもんかな、うん、バイスサワーいただきます。うまい、うん、いやなんかさ、うん、ここ渋谷だからさ、ジョスティが多いな。ジョスティが多いね。若ジョスティが、ジョスティが多いな。わっけえな、やっぱ渋谷といったらやっぱ109じゃん。出た109といったらやっぱ梅ちゃんじゃん。出た出た、古いのよ梅ちゃん。やらなきゃでしょ。どうですか、出ました、キモキモ。マジ見して見して見して、キモキモじゃん。これがね、当時流行ってたのよ、みんなこれだったからな。すごい時代。いやもう直してください、その髪型。いやもう終了までこれでいくけど、いるな。え、そうそうそう、どう、こっちの方がいい、それです。分かってないな。ということでちょっとね、追加でおつまみを頼んだんで、ね、はい、こちらでございますよ。はい、はい、こちらシソニンニク100円です。安い、うん、はい、こちらイカの塩辛150円です。はい、でこの塩辛いただこうかしら。はい、ね、これ150円だっけ。そうです、安いね。安い、うわ、最強おつまみだわ。あ、ありがとう。一番やっぱおっさんの感じで出るわ。出ました、うん。うまいっす、うん、シソニンニク、そう、100円、これニンニクなの、うん、丸々ニンニクをシソで漬けたんですね。なるほど、もう色がすごいです、ね、すごいね、うん、いただきます。うめっ、めちゃくちゃうまいやこれ。え、1位、ほら1位出ました。めちゃくちゃうまいこれ、たくあんみたいな食感で、うんうんうん、ちょっとニンニクの風味するけど、うん、めちゃくちゃうまい。うしそニンニクがうまいよね、めちゃくちゃうまい、うまいよね、たまにね、おそらく市販なんだろうけど、ね、めちゃくちゃうまいよね、これつまめるし、うん、あ、いいですね、いいね、はいはい、もう一杯行きますか。行きます、行きましょう。よし、じゃあ俺も行っちゃいます。はい、はい、はい、おっしゃー、いいですね。じゃあお酒食べますか。うん、うん、あと阿部さん、どうも、ずっと画角に、うん、ナマステカレールーがちょっと気になるな。頼むか、ちょっと頼みましょうか。カレールーだから、そう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 、カレールールーだ、ルーじゃないの、そうそう、ルー、ナマステカレールールーじゃないか、わかりました、わかりました。これも頼むか、うん、それちょっとね気になるんで、そうだね、お酒と一緒に、うん、頼みましょうか。はい、はい、よし、これ3杯目中頼みました。中あのバイスのことさ、はい、これでね、ほら、タシ2杯いけんのよね、これが2杯、ね、一瓶で、いただきます。
うまいね。3杯目、チューハイ。はい、いただきます。はい、いいですね。これでいいんだもん、結局ね。結局ね、150円だから。焼酎ソーダで結局ね。そうそうそう、これでいいんだもん、結局。ああ、幸せー。やばやばいね、これは。うん、はい、こちらカレールー100円。うん、アンプロテクト、シビルの不正でマリを作って歯を強くしてくれる。ウェルカム、冷たいもの。本当にルーだけだね、ライスなしの。これいただきますよ。いただきます。カレールーだわ。普通の、うん、ザ・カレールーって感じ。ご飯あったらもっとうまいなって、はいはいはい、でもやっぱカレールーってお酒に合うよね、絶対。合いますよ。うん、うまい、はい、うまいですね。よし、もう3杯目最後になります。じゃあ最後乾杯しましょうよ。そうしましょうかね。うん、最後、はい、ドラム缶に乾杯。いいですね、うん、いい感じに酔ったわ、うん、このドラム缶めちゃくちゃコスパいいね、うん、まあ、渋谷以外にもあるからね。ということで今回はこの辺りで終わりますか。はい、はい、会計の方が2400円ぐらいか、はい、1人1200円ぐらいか、うん、いいですね。良き、良きですよ。いい感じに安くコスパよく飲めるんで、よかったら皆さんも来てみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。